元気なうちから使っていただくとものすごく元気にある中にある臓器っていうのは触れないので父の思いが知りたくて知りたくてあの扉の音と切なさだけを抱き続けたまま大人になりました介護ビジネスをする際のポイントとしてっていう形で2つの補助線、えー、ちょっと引く必要があるかなと思ってちょっとまとめさせていただきました私の場合声だけで戻らない 健康危機セルパーの佐々木と申します弊社は健康を通じて人類の未来に貢献したいと考えております今日はあのお年寄りが元気になると介護職員も嬉しい体を整える健康危機セルパーということでご説明をさせていただきたいと思いますセルパワーというのはですねこの銅線の塊のまあ、リングの部分から強力なパルスの時期 発生させる機械なんですけれども、パルスの時期で体の中の水の状態が変わって、体を整えると、そういう健康危機器になります。説明者の先生がおられて、まあ、1000万台普及すると、医療費が10分の1になるというふうに言われていた機械を復活させた機械になります。どういう原理かといいますと、強力なパルスの時期が発生するんですけれども、この強力なパルスの時期で、えー、細胞の中の水の状態が変わるんですね。 この水素酸素の電気的な角度が通常104.5度で安定しているんですけれども、この強力なパルスの時期で、電気的な角度が変わりまして、水がマイナスイオンの状態になって、細胞が活性化して自然治癒力で整えていくと、本来あるべき状態に体を整えていくと、そういうメカニズムになります。 この強力なパルスの時期が体のそばで発生すると、通常はものすごい刺激があって痛いものなんですけれども、この発明者の先生が工夫したところは、体の中の電気信号と同じ変動するパルスの時期に調整しているんですね。既存のユーザーの方は、やはり高齢の病気の方が多いんですけれども、困って、なかなか良くならないので、評判を聞きつけて購入されるっていうケースが多いんですけれども、本当はあの、現 元気なうちから使っていただくと、ものすごく元気になるんですね。体調が悪かったらしいんですけども、セルパーを当てて復活することができましたということで、非常に喜んでいただいています。うん、またこの方はまあ、50代後半の女性の方ですけども、高、まあ、年期障害、もういろんな不調があったらしいんですけど、まあ、ホテル、不眠逆、逆流性食道炎、で肩こり、首こり、偏頭痛、膝の痛みみたいなのがあったらしいんですけど、それをセルパーを当てて ことで、全てあて小林をされましたという風な声も届いてます、この方はですね、まあ、あのお母さんが、まあ、圧迫骨折で3週間病院に入院して退院してきたら、まあ、認知症が非常に、まあ、ひどい状態になってたらしいんですけども、このセルパーを頭に毎日2時間当てて、1週間ぐらいで、まあ、元のお母さんが戻ってきたと、そういう声が届いております。この先生が、まあ、発明者の先生で、1000件以上発明された先生で CT スキャンとか、 魚群探知機もこの先生の発明なんですけど、その線形時の発明の中の究極の一つ、これがセルパー、まあ、今、セルパーになっているもので、これが人類を救う装置だというふうに言われてたんですね。 今回私の立場的には介護事業所向けにどうやって売っていくかっていうところになってるので、はい、えその話をさせていただくのであれば、えっと、私今新聞をやってるじゃないですかで新聞をやってる際に広告を出したいとかいう方に対してあ出したいって依頼に対して OK 出す人と OK 出さない方がいるんですけど1個売れてる商品なのかっていうところを聞いた上でそれをどうするかっていうところで広告っていうのがあると思いますってお話をしてるので柔道制服師でハリキュー ってていいう立場からお話しさせていただくと実際これ体験させていただいたんですけど私たちはマッサージをする時っていうのは必ず人に触れてマッサージをするんですけれども、うん、触れられないところっていうところは絶対血流の良くしたりとかでできないんですよ頭蓋骨の中の脳みそだったりとか肋間にある中にある臓器っていうのは触れないのでマッサージとして刺激を与えられるかもしれないけどちゃんと与えられてるかっていうと無理だ。 そういうところの場合にその今回私も使わせていただいたんですけどその当ててみるっていうところでその後ろにちゃんと刺激がパルスが来てるっていうのを感じることができるってことはその中にちゃんと浸透してるってことなので新しいジャンルの部位新しい臓器新しい呼吸器系新しい消化器系新しい自律神経系触りきれないところに刺激が与えられるっていうのはものすごいこう広がるなっていう可能性を感じたのでターゲットの人を介護だけではなくて でそれもやりながら、医療科っていうか、治療科っていうのにずらしてみるのもありなんじゃないかなっていう、なんかちょっと、とうん、思ったりしましたの、ね、は、あとそれが1個、今の田村さんのアドバイスを受けて、佐そうですね、ちょっと治療科をターゲットにっていうのは、まあ、そんなにはこうアプローチをしたことがないので、まあ、ちょっとそのアプローチも考えてみたらいいのかなというのを思いましたお年寄りが元気になると、介護職員も嬉しいという視点。うんうん で体を整える健康危機器セルパは、コンセプトメイキング的言葉があったらいいなと思っているのと、お、うん、年寄りが元気になると介護職員が嬉しいっていうタイトルで、生理学っていうか、医学的データよりも、もうちょっとね、上位的な情報が先にあった方がいい、高齢者にも泣いてる人いませんかって、うん、泣いてる写真が出る。 ででもこの人がが笑っったんですっていう脳次出るその理由はって言ってセルパーの説明に入るみたいなね、うん、上位的じゃないですかでそういうお年寄りをあなたが担当してたらあなたの介護力をこれで3倍にできるんです数値がこうなりましたっていうのも,もうなるほどっていう。次は2番手ののピッチプレゼンターの 吉村さん。本声ドラマ制作で認知症ケア、思い出ケアの誕生までの物語です。私はあの福岡県の北九州で誕生しました。3歳の時ですね、父が突然亡くなりました。肝臓がんだったんです。お酒は一滴も飲まなかったんですが、おそらく過労だったんだろうと家族は言ってます。え、父はですね、小さな病院を開業して、昼夜本当に休みなく働いていたそうなんですね。父のことはほとんど覚えていないんですけれども、ば、ま とじられた霊柩車の扉の向こうに父がいたということと、その時叔おじに抱っこされていた、この2つだけは今でも脳裏に焼き付いております。父の思いが知りたくて知りりたたくくてて あの扉の音と切なさだけを抱き続けたまま大人になりました音声ドラマを作りますラジオドラマの朗読ドラマのようなイメージですね私たちは声であなたのドラマを描きますそこに映像を取り入れることも可能ですよというものなんですけれども目的はあなたの思いを大切な方へ伝えませんか残しませんかというものなんです和明お誕生日おめでとう 誕生日プレゼントと一緒に声の頼りを送りますあなたが歓励になったら伝えようと思っていたことです数年前私の母がアルツハイマー型認知症になって壮絶な介護が始まりましたとある日薬物療法である回想法とこの音声ドラマをドッキングして母の介護に取り入れたところ 母の状態が日に日に安定してきたんですね認知症ケアだけではなく最初は認知症の予防としてそして最後は自分子として残すことができますはい。が二人で船旅をしようそれが父の口癖だった父が亡くなった時私は2歳作ってるんですかそれは何ですか ペットです。家お先をつけるね。お子様から親御さんへお声かいただいかがでしょうか？ということです。そして、あのこの認知症ケアの演像ドラマはこの19年間の計画にはなかったことです。家族が認知症で苦しんでいる多くの方へ医師である父が役目としてなんか導いてくれているように思えてなりません。ありがとうございました。吉村さん、ありがとうございました。優しい。 声で心のこもったなんかこう愛情が届けられるようなコンテンツ、商品、素晴らしいなって思いながらもう見に行ってしまったんですけれども、介護ビジネスをする際のポイントとしてっていう形で2つの補助線ちょっと引く必要があるかなと思ってちょっとまとめさせていただきました。実際に自分の商品やサービスを評価する、分類するときの軸っていうものがあった方がいいなって、 思っててこの縦軸と横軸っていうものはじゃあ何っていうと、自宅系なのか、それとも入居系なのか、あと介護度が低いのか、介護度が高いのかって、これは参考的な目安となる補助線なんで、これがすべてってわけではないんですけど、これでちょっと分けて。 見ていただくといいかなというふうに私はいつも皆さんに声をかけさせていただいてます。えっと、実際、こちらですね、自分の商品って今のだったら吉村さんだったらこれのどこに入ってくるんだろうこうなってくると自宅系で介護の高い人の商品なのか、自宅系で介護度が低い人の向けの商品なのか、それとも施設に入居してたりする方で介護度が高いとこの商品なのか。 とも入居系で介護度が低い商品なのかっていう論理的であってほしいなって気がちょっとしました、うん、声の配達人っていう表現すごいいいなと思ってるんですけど声の配達人と最後のお母さんの介助法が流れとしてね最初から説明してもらった方が良かったかなって気がするのどういう人にどういう場面でこれがいいとかオープンとクローズドも使い分けなんじゃないかって気がする、うんです、うん 佐々木さん、吉村さんプレゼンいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。したじゃあ今日はこれでおしまいにします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。う